はい、こんにちは、ノブチャンネルのノブです。今日は、また辛いものを買ってきましたので、とりあえずニュータッチのスゴ麺、これなんていうのかな、あ、マーラーネギ、こんなの買ってきました。今日これ食べたいと思います。で、どうってことないんだけど、私的にはこのパクチー入りっていうところで食えるかどうかちょっと疑問なんですが、小さく書いてあるのでそんなにいっぱい入ってないと思うんで、食べてみたいと思います。はい、できました。これでスープ、後入れスープをこれから入れます。匂いがすごい。パクチーの変な匂いっていうのはあんまり出ないですね。いきます。ただ辛そう。パクチーの嫌な香りもあんまりなくていけそうです。うまそう。うまそうじゃない。うまい。あのツルツル麺でなかなか生麺に近い。このネギも結構いけてます。マーラーネギ、国産ネギ使用。あ、やっぱノンフライ麺なんだ。ノンフライ麺はいいですね、なかなかね。山椒と唐辛子のしびれる辛さ。そんなにでもしびれない。スープを飲むと結構きます。この辺に。オッケー、おいしい。おいしい。パクチーもいい感じで入ってます。スープも辛いけど美味しい。もうこの辺汗だくだけどこれは美味しい。あんまり動画には向かないかもしれないけど辛くないから、まあ美味しいそばっていうことで。
ユタチももっと辛いの出してみると面白いかもしれないですね。では。